はい、皆さんこんにちは、柳下と申します。本日は鎌倉殿の13人に登場する人物の解説、本日取り上げるのは里になります。まあ、史実だと里御前というふうに言われることが多いので、本日の動画版書もですね、里御前という言葉を中心に使用させていただきたいと思っております。では早速も話の方入っていければと思うんですけれども、昨日ですね、里御前がこれ義経の正室に、正式な奥さんに当たるんですけども、まあ、義経の愛称である静御前の動画も昨日アップさせていただいておりますので、この上のリンクからもし気になりましたらご視聴いただければと思います。でですね、まあ、ちょっと整理いたしますと、義経に愛された女性一応3人いるというふうに言われておりまして、本日取り上げる里はですね、正室に当たりますので、正しいというか第一奥さんに当たります。それに対して側室もしくは愛称とされているのが、静御前でございまして、鎌倉殿の13人の中では完全に、はしょられておりますけれども、別途わらび姫という女性もいたという説も、ございます。まあ、ドラマというのはですね、登場人物ある程度絞ることによってそれぞれの人物造形をこう深掘りしていくというのは、全然歴史ドラマに関してはこの鎌倉殿の13人に限らずですね、あることでございますので、まあ、わらび姫出てくるのが楽しみだったって方からするともちろん、残念かと思いますけれども、まあ、尺が限られておりまして、しかも義経別に主人公ではございませんので、ということを考えると、まあ、2人に絞ったってことはですね、まあ、比較的理解できることかなというふうに思います。では早速お話入っていければと思いますけれども、まず里御前序章ということで、里御前こういう人物ですっていうことをですね、整理させていただきます。まあ、鎌倉殿の13人の中ではですね、この通り里という、こちらの字が使われておりますけれども、まあ、史実としてはですね、里御前というふうに、言われることが多いです。まあ、御前というのは偉い人の奥様であるとか、もしくはその女性そのものが、立場が高いであるとか、そういった場合に使われるものでございますね。まあ、里という字はこちらを使われるという形でございます。でこの里御前なんですけれども、比企尼の次女と、あと比企尼の次女が、お母さんにあたります。比企尼、鎌倉殿の13人もね、出てきておりましたけれども、の次女と、あと川越重頼という人物、これがお父さんにあたります。誰やと思われるかもしれないんですけれども、この字だからちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、この川の字を坊三本というか、簡単な川の字に変えると、ちょっとこう浮かび上がってきませんか。そうです、これ武蔵の川越というですね、まあ一つの家系なわけなんですけれども、今の埼玉県の川越市の川越ですね、その川越重頼の娘、この2人の間に生まれた次女になります。なので鎌倉殿の13人の中で、実際ね、ちゃんと説明されてはいたんですけれども、先週の第19話で比企の娘っていう言葉が使われているんですけども、確かに比企一族の家系の娘ではあるんですけれども、佐藤二朗さんが演じる比企能員の娘ではありません。これ実際ドラマの中では、要は娘たちを送り込もうと言って、で結果的には自分の娘ではなくて、まあ、姪っ子を、送っているという形のセリフがあるので、ちゃんと聞いていれば混同することはないんですけども、とにかく比企能員の娘ではないので、要はこのことがあったけれども、なんか比企能員がいきなりこれで第20話で失墜するとか、そんなことは起きないという形でございます。そしてですね、まあ、義経に、嫁ぐわけでございますけれども、義経に嫁ぐ際に京に入ったので、まあ、別途京姫と呼ばれることとかも、ございます。これが一応、里御前の、超基本的なバックグラウンドになります。でそのような形でですね、義経の正室となるんですけれども、これ里御前の時と静御前の時と同じこと書いてますけれども、まあ、義経が結果的に失墜してしまうので、まあ、それにこう巻き込まれるという形になってしまいます。まあ、ダンナルの戦いの後にですね、義経は、源頼朝、鎌倉殿と仲違いをしてしまうこととなりました。これは実際ドラマをご覧になってきていただいている方、お分かりの通りだと思うんですけれども、まあ、それこそ一の谷の戦いでですね、馬から降りて急な崖を降りるというですね、常識外の戦略を、立てたりですね、もしくは壇ノ浦の戦いで御法度、ルール違反と、言われていた平家側のですね、船の漕ぎ手に矢を射って殺すことによって、平家側のですね、まあ戦局を一気にこう形勢逆転させるというようなことをやってきました。まあ奇想天外な策というふうに褒められると同時にですね、御法度、ルール違反という常識外ということをやってきたわけでございますので、まあ、そういったものによってですね、
源義経という人物についていきたくないという、下の、面々もおりましたし、鎌倉殿の頼朝もですね、様々な複合的な要因でもう義経とは合わんという形となりまして、仲違いする形となってしまいました。そして鎌倉殿の13人の中では第19話で描かれておりましたけれども、まあ一回頼朝とこう仲違いしたものを 仲直りしようと、する画策もされましたが、結果全然うまくいかなくて、結果的には後白河法にも見捨てられまして、義経は追われる身となってしまいまして、まずは一旦九州に逃げようといたします。しかしですね、義経は九州に逃げる際船が座礁しまして、結果的に九州に逃げることが叶わずに、まず奈良のですね吉野山に入ったというふうにされております。でこの船で逃げて結果的に奈良の吉野山に入る際に、愛称である静御前はこれに同行していたというふうにされております。鎌倉殿ではね違いましたけれども、なんですけれども、それに対して里御前はですねこれに同行していたという記録がございません。でここは完全にも諸説ございまして、まあ、一説においてはですね、まあ、解任していた、子を、身ごもっていたということが考えられますので、まあ、かくまわれていた、隠れていたという説なんかもございます。鎌倉殿の13人には逆の説が取られておりまして、佐藤は常に、義経に同行をしていた。一方、静香に関しては、同行させないという形を取っておりました。これは、鎌倉殿の13人の中で義経自身がセリフで言っておりましたけれども、なぜ鎌倉殿でそのような説が取られたかというと、要は比企の娘であるということで、佐藤を殺すのはなかなかその頼朝側としてはできないだろうということがありますので、一種人質という形でですね、佐藤をつけて、佐藤は連れていくと。だけども静香に関しては危険性も鑑みて、連れていかないという説が、ドラマの中では取られておりました。まあ、実際ドラマの中で義経の、まあ、態度を見ていれば、性質である今日この紹介している里御前と、あと愛称である静御前に関して言うと、完全に静御前の方に気がいっているのはまあ分かりましたよね、ドラマの中の話としては。まあ、そういった形でですね、この辺はまあ諸説あるという形でございます。でなおですね、これに乗じて、まあ、結果的にはですね、まあ、比企の娘であるというところの人質云々っていうのもあんまり実際の、まあ、これも諸説ありますけれども通用しておりませんで、まあ、実際この佐藤の父親である川越重頼は領地を没収されまして、武蔵の国でその領地というのを畠山重忠の方が受け継ぐというような形がになりました。で後にこの川越重頼は殺されることにもなってしまいますので、まあ義経が比企の娘を連れていれば殺されないかもしれないみたいな形で考えていたのは、まあ安易だったというか、頼朝はそれ以上にこう冷徹だったというような形でございます。はい、そしてですね、結果的にはこれは鎌倉殿の13人では第20話で描かれますので、第20話の、ネタバレ嫌な方はですね、第20話放送後にここから後ろは、ご視聴いただければと思いますけれども、まあ、最終的にですね、この義経そして佐藤はですね、まあ、子供も、この時点でもう生まれていたとされておりますけれども、奥州の平泉に、逃げる形となります。まあ、静御前は義経と離れましたけれども、佐藤御前は逃避行に同行しまして、もともとですねかくまっていただいていたですね奥州平泉の藤原の秀衡を頼り、そこに今身を寄せるというか、家を持ってですね、まあ、畑仕事をするなどですね、一旦その争い事から、離れるという形となりました。しかしですね、なかなかうまくいかないんですね、この話というのが。この藤原の秀衡がですね、まあ、亡くなってしまいました。これ殺されたとかじゃなくてね、まあ、病気老衰という形で、亡くなってしまいまして、それによって状況が悪化してしまいます。なぜ状況が悪化するかと言いますと、この藤原の秀衡が亡くなった後に、藤原の秀衡の長男は藤原の国平という人物なんですね。で次男は藤原の安平という人物なんですけれども、通常長男がですねそのまま後継ぐんですけれども、次男の藤原の安平の方が比較的優秀であったというふうにされておりますので、そっちが一応後継ぐような話になるんですけれども、まあそのですね兄弟が仲が悪かったんですよ。まあ、次男が後継ぐって時点で、まあ、うまくいってないんだろうなっていうのは、まあ、お察し、今の世でもなんかそういったことあるので、お察しだと思うんですけれども。で、鎌倉殿の13人の中では、義時が奥州平泉に行って、義時、主人公の北条義時自身が様々画策する中において、その藤原の安平、次男の方が義経の家を攻めざるを得なくなって、家を攻めることにいたします。じゃあ藤原の安平に殺されたかっていうとそうではなくて、攻められるとなった後で源義経は里御前そして
娘は4歳になりました。その4歳の娘の2人を自らの手で殺します。なんて悲しい最後なんでしょうって形ですけど、そしてですね、義経自身は2人を大切な、佐藤そして娘を殺した後で自害をするという形でですね、まあ一家まとめて、亡くなってしまうというのがですね、一つ言い伝えられている説でございますし、鎌倉殿の13人の中でもほぼ多分同じ説が、取られるようでございます。あの鎌倉殿の13人はシナリオブックというものが事前に普通に市販で発売されておりまして、でこの第20話に関しても記されているんですけれども、ちょっとこの辺はあんまり詳細には記されておりません。詳細に記されているのは、義時が奥州で様々な画策をすることによって藤原の国平と藤原の康平の兄弟の仲違いというのが一種深刻となって、まあ、言うならば藤原の康平有能な人物ではあるんですけれども、藤原の康平をうまく手のひらで転がすように義時が画策をうまくやることができまして、結果的にこの義経邸を攻めるというような流れに持っていくという、ある種その辺の策略的なところが、ドラマの中では多く描かれそうでございます。まあ、ですので、まあなんだろうな、どういう心境だったんですかね、まあなぜどういう心境だったんですかねって今言ったかというと、佐藤という人間は本当に義経のことを愛していたんでしょうかってところが、私としてはなんか、まあ、ドラマ的な意味合いですけれども、なんかすごく測りかねる部分があって、どういうことかというと、これ第19話の冒頭でね、一回佐藤が離縁してくださいっていうふうに言っているんですよ。その自分のね、身がなんでこういう状況になるんだっていうことで一回文句を言って離縁してくださいっていうセリフを言っているけれども、一方で静か御前と義経が仲良くすればするほど嫉妬の炎ってのは燃えて、これはドラマの中での創作というか脚色ではありますけれども、結果的にその静か御前と一緒にいるところをこう襲わせるというような流れも取っておりまして、で最後静か御前は置いていくけれども、佐藤は一緒についてこいっていうふうに言ったら、にやりとしてその勝ち誇った目で静か御前を見たりしていたので、果たしてそれは本当に義経という人物を愛してそうしていたのか、それとも、まあ、嫉妬がその優先してその勝負するとこに追いだった時に義経、まあ、根底で嫌いではないけれども心底愛してるっていうよりも、愛称である静か御前に対する嫉妬であるとか勝負心であるとか、そういったところが勝った結果ついていくことになったのかっていうのは測りかねますし、多分ドラマとしては 両方があって心揺れ動く中で、まあ、人間で実際そういうところあるじゃないですか、その、まあ、ながらでついていってしまって、これは男女の中関係なく仕事であるとか様々なながらでついていって結果的にうまくいかなかったり悲劇に巻き込まれたりってこととかあるので、まあ、人間のその難しさっていうのを一種この里御前というのも、示しているなというふうに個人的には、思った次第でございますね。はい、そんなところでございますかね。はい、なんでちょっと最後にセルフ反省会ということでちょっと、お話しして終わりにできればと思うんですけれども、まあ一応この鎌倉殿の13人、私さまざまな動画を、アップさせていただいておりまして、まあこれ人物解説という形で人物を少し深掘りすることによって、ドラマのですね、それぞれの人物のバックグラウンドがより皆さんが深く探求できると、ドラマをより楽しむことができるんじゃないかという、まあ、目的というか意図でですね、動画制作させていただいております。まあ、一方ですごい細かいトリビアみたいなところまでは扱わないで、まあ、それによってそういうのは他の YouTuber さんとか歴史のね、さまざまなそういうトリビアサイトが担っておりますので、まあ、そういう部分はそれの方々に、お願いできればと思いつつ、まあ、私個人としてはその、まあ、歴史の超専門家ではないけれども、まあ、歴史をこう、かいつまみつつ、もともと映画メディア編集長としてさまざまな映像作品見てきたところで、その映像作品を探求するってところは、まあ、他の方よりはちょこっとは長けてるのかなと思いまして、それをこう言葉で言語化することは比較的得意なのと好きなので、まあ、こういった形でさまざまな側面から動画を制作させていただいております。まあ、毎回ベストを尽くしているつもりではあるんですけれども、まあ、なかなかですね、私はちょっとこうおっちょこちょいな部分もありまして、まあ、誤字脱字があったりとか、まあ、場合によっては誤読があったりとかってことがですね、どうしてもこう、まあ、毎回ではないんですけども時折発生してしまいますので、まあ、そういったものがですね、極力ゼロに今後していきたいんですけれども、まあ、今日の動画でもですね、なんか言い間違えてるとか、私がうっかりして誤字脱字があったりとかしたらですね、ご遠慮なくコメント欄でご指摘いただければですね、反省した上でまた次の動画緊張感を持って制作するという流れになりますので、もしよろしければ皆さん応援、そしてですね、細かいそういった監視も、していただけますと、より良いものをですね、日々経験する中で、皆さんにお届けできると思いますので、もしよろしければ応援よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。